はい、では講習チェッカーをやってみたいと思います。0から5段階表示ですね。はい、さあ倉田夏の講習5、4、3、2、1、ここから計測開始。おお、倉田夏ゼロです。俺は口臭を感じないみたいです。はい、歯磨きしてないんですけどね、まだコーラ飲んだからかな。じゃあ次は香水の匂いを嗅げ。香水の匂いはどうだ。香水は口臭するのか。は、測定不可能。次は生ニンニク。これはやばいっしょ。生ニンニク、これはやばい。生ニンニクはやばい。突っ込むぞ。いけ、ニンニクの匂い。ニンニクの力。ニンニクハイパー。これも測定できない。